オルハの物語を体験しに行きましょう。このステージをクリアして祈願を解放しましょう。このかすかな人力に頼るしかない。私は本当にレザ族の巫女として務めを果たすことができるのだろうか。オルハ、オルハ、あなたを待っています。お母様、お母様。お前があの時逃げ出していなければ、母親が命を落とすことはなかっただろうに。そうだ、お前が母親を死なせたのだ。違う、そんなはずが。オルハは叫びながら夢から目覚めた。耳元でぼんやりとイーシャの声が聞こえる。姉様、どうしたの？大丈夫よ、変な夢を見ただけだから。さあイーシャ、もう寝なさい。イーシャは再び眠りについたが、その夜オルハが眠りにつくことはなかった。あの夢を見たせいだろうか、横になったオルハの目からは無数の涙があふれ出ていた。翌日、オルハ、準備はできたか？今日は俺たちレダ族の戦士と共に狩りに出かけるぞ。この島に救うボルギルムを仕留めるのだ。おじさま、私、獲物は俺たちが包囲する。オルハは巫女の人力を宿したその弓でとどめを刺せ。奴を倒すにはそれしかないのだからな。はい、おじさま、私頑張ります。ゲージが満タンになりました。エメラス剣の力を使ってみましょう。炎よ、吹雪よ。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。爆発するよ、おりゃおりゃ。オルハ、獲物は目の前だ、矢を放て。巫女の人力を宿した矢、それが命中すれば巨大な獲物さえ一撃で仕留めることができる。オルハの放つ一矢にレダ族の戦士たちの注目が集まった。周囲の重圧に押しつぶされてしまったのだろうか、弓から放たれた矢はオルハが狙っていた軌道をわずかにそれ、ボルギルムの頭部をかすりながら奥の木に刺さってしまった。矢による攻撃を危険と察知したのだろう。ボルギルムはレダ族の戦士たちが一瞬固まった隙を逃さず、一目散に森の中へと逃げていった。外した、ごめんなさい。力尽きたようにその場に崩れ落ちるオルハ。うつむいたその顔にはやりきれない後悔と
自責の表情が浮かんでいた。せっかくここまで追い込んだんだがな。完全に逃げられたか。これでは追い切れん。やはり話はそこまでだ。お前たち。オード族長はオルハの前に歩み寄ると、オルハの肩に。オルハ、お前は正当なレダ族の巫女だ。一度や二度の失敗を。おじさま、でもこのままではみんなの役に立てない。知っている。お母様が。祈願すると豊富な得点が獲得できます。星空に向かって祈ってみましょう。外の世界って楽しい？私も行きたかったな。今度行くときは私も連れて行ってね。それと姉様がとっても寂しがってるの。絶対にまた戻ってきてね。本当に行ってしまうの？重要な使命があってね。これからカナン本島へ向かうの。今言うのは少し遅いけど、助けてくれてありがとう。これ私が作ったブレスレットもらってくれる？ありがとう。戻ってきたらまた会いに来てね。私姉様と一緒に待ってるから。称号をランクアップしてペットをゲットしましょう。メモリー 1-2 を見に行きましょう。続けて次のステージに挑戦しましょう。